こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、税務相談 Q&A、 会社設立、代表者が株主でなくても良いというテーマですね、お話ししていきたいと思います。今日の質問内容になります。法人で賃貸物件を所有していく予定です。そのため会社を設立しようと思っています。私は代表者にならず、妻が代表者になります。私が株式をすべて所有し、代表者である妻は株式を所有しないというのも可能なのでしょうかというですね、そういったご質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いていた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。まずですね、株式会社の場合ですね、株式会社の場合、所有と経営が分離されているんですね。所有と経営が分離されている、つまり株主とですね、役員、株式会社の場合だと代表取締役とか取締役っていうんですけども、これは一致しなくても構わないよっていうことなんです。したがってですね、代表者が株式を所有していなくてもですね、問題はないということになります。株式会社っていうのはですね、広く出資を集めたい、株主を募りたいっていうこと、それから広く優秀な人材を登用したい、役員を確保したいっていうようなところからですね、これ所有と経営を分離してですね、分離して、出資だけしたいよっていう人、それから、会社の運営だけやりたいよっていうような人をですね、もう完全に分けてるっていう話なんですね。で、代表者がですね、株主でない場合、代表者は株主総会のですね、議決権がないということになるわけですよ。と、株主総会によって決議する内容、例えば取締役の選任とか解任っていうのは、すべてこの株主にですね、委ねることになるんですね。株主総会で決定するわけなので、株主にですね、すべて委ねるということになるわけです。で、代表者はですね、会社を代表するだけであって、会社の決定権がない状況になるということですね。むしろですね、株主になってさえおけばですね、代表者として名前が登記されずに、会社の実権だけ握っておくということができますよということができるということですね。よくですね、例えば、公務員さんですね、公務員さんが会社を作ろうというときにですね、その副業規定とかで、ね、やっぱり役になれないとかっていうのがあるんですよね。でもやっぱり自分の会社だから自分で、ね、実権握っておきたいっていうところがあるので、そうすると株主になっておけばいいというところになるわけです。で、なおですね、なお合同会社の場合ですね、合同会社の場合は所有と経営が分離されていないんですよ。これは一致させるっていうところですね。そうすると株式会社と異なってですね、役員になる人は必ず出資じゃなければいけないということになります。基本的に合同会社っていうのは家族経営っていうのをですね、想定しているので、そこは別に分離しなくてもいいというような考え方になっております。そうするとですね、合同会社の代表者になる方ですね、代表者になる方は出資者として出資を持たないといけないということになってしまいます。ちなみにですね、定款で定めることによって業務執行しない社員を定めるということができるんですね。これはできると。ただ出張しない社員っていうのは、これできないっていう話なんですね。何らかのやっぱり出張しなければ、これはお金に限らずなんですけども、何らかの出資をしなければいけませんよということにはなっております。そうするとですね、会社の実権を確実に握っておきたいのであれば、株式会社を設立して株主になっておくことが必要なのかなというふうに思います。なので、会社設立ですね、どんな目的を達成したいかをちゃんと明確にするってことが大事と。ことになります。